不法投棄されたテレビやトラクター、そして大量の鉄くず。ここは南国市。日本軍の戦闘機を空襲などから守るために作られた格納庫、掩体の中です。南国市の大篠小学校の6年生が去年10月、授業でここを見学した際、汚さに衝撃を受け、戦争遺跡を守ろうと清掃ツアーを企画しました。あちらが今回掃除してもらうところです。あそこにいっぱい人集まってるんで、あそこで大きな看板を持って掩体に案内をする子どもたち。6年生33人がガイドとなって、一般の参加者20人ほどを案内しました。第二次世界大戦の時、41機あった掩体は現在7機残っていて、南国市の史跡として登録されています。そのうちの一つ、4号掩体の中にはゴミ袋や木片などが大量に捨てられています。長い年月の間溜まってきたゴミを取り除くと、大量の土ぼこりが。30分ほどかけ、トラック2台分のゴミ袋などを回収しました。いや、びっくりしましたね。あれほどと思ってなかったので、予想以上にそのままにっていうか、もうゴミ捨て場になってるっていうの。清掃の後はほっと一息。近くの5号掩体で、大篠地区の子ども食堂が戦時中の食事を再現した水筒やおにぎりを配給しました。母なんかにちょっと聞いて、当時は場所によっては自給自足だったということで、小麦なんかも作ってたって聞いてたので、大体、こんな感じじゃないかなということで作りました。こういう史跡があることもね、たくさんの方に知ってもらって、また勉強もしていただいたらいいなと思います。美味しかったです。とても、暖かくて、子どもたちも勉強したことを一生懸命僕たちに伝えようと目を見て話をしてくれたので、すごい僕たちももっと頑張らないとなって改めて思うことができました。掩体の清掃は子どもたちだけでは困難なため、今後は地元の人に託します。もう掩体にも関心が少なくなるので、未来に残されにくくなるので、もう戦争がまた戦争のことを忘れてしまって、掩体のことを忘れて、でそのせいでまた戦争が起きるかもしれないので、ちゃんとここを掃除して地域の方に関心を持ってもらうように、掃除の活動をしましたね。子どもたちは来月11日、戦争や平和について学習した結果の発表会を行う予定です。